ウォルター・ウィリアム・ウーレスは、イギリスの肖像画家である。19世紀後半の、よく知られた、イギリスの肖像画家の一人である、チャンネル諸島のセントヘリアで生まれた。父親のフィリップ・ジョン・ウーレスは、海洋画家で、ウォルターが生まれる前の年に、チャンネル諸島にスタジオを作っていた。ジャージー島のビクトリア・カレッジで学んだ後、1864年に、 ロンドンに出て1865年にロイヤルアカデミー・オブアーツの美術学校に入学した。はじめは風俗画も描いたが、先輩の画家、ジョン・エヴァレット・ミレーのアドバイスで肖像画を専門とすることにし、肖像画家として成功した。晩年は風景画も描いた。1869年からロイヤルアカデミー・オブアーツの展覧会に出展し、 1893年のシカゴ・バンコク博覧会、1900年のパリ・バンコク博覧会の展覧会に出展した。1877年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの巡回員となり、1881年に正会員に選ばれた。娘のキャサリン・ウレス、キャサリン・ウラス、1879、1961も美術家となった。ありがとうございます。